アンナ、お兄ちゃんは寝ることにする。今日も夢の中でお前と出会えるように。おやすみ、アンナ。ここにいるのはアンナか。元気に走り回って体が良くなったのか。そうなの。実はね、可愛いフクロウさんがいきなり話しかけてきて、アンナを魔法少女にしてくれたの。魔法少女だと。いや、魔法を失っていく難病にかかっていたアンナが魔法を取り戻したんだ。これでアンナも自由に生きていくことができる。お兄ちゃんの夢。無論俺は赤ん坊の時からおばあちゃんになってもアンナが大好きだ。アンナが大人になるというのなら、俺も同じ速度で大人になる必要があるんだ。マッシュル第9話、マッシュバーンデッドと加速の魔法使い、お楽しみに。お兄ちゃん、変身しちゃった。ピーク。